星のカービィシリーズケイトのカービィ、ケイトのカービィは、ニンテンドーより2010年10月14日に発売された Wii 用ゲームソフト。2019年3月7日に、ニンテンドー 3DS 版、ケイトのカービィプラスが発売された。星のカービィシリーズとしては、初めての Wii 専用ゲームソフト。末置き型ゲーム機では、星のカービィ64以来、10年ぶりとなる。 横スクロールアクションゲーム。本作の原点は、星のカービィではなく、当初フラッフを主人公とした、毛糸のフラッフというタイトルで開発されていたが、シナリオや難易度調整で行き詰まり、2009年夏頃に馴染みのあるキャラクターということでカービィが主人公に採用され、春研究所の監修、開発協力を受けて完成された。 布地を背景にキャラクターを毛糸で描いたアニメーションをゲーム画面に落とし込んだようなアートデザインが特徴。キャラクターが毛糸、布等のキルト生地によって表現されており、線画を思わせる画風となっている。カービィや 2P のフラッフも毛糸になっており、敵は倒すとほどけるようにして消滅する。今作では毛糸を利用した引っ掛け巻き取りアクションで敵を倒していく。これまで、 カービィの18番として、ほとんどの作品の共通アクションであった吸い込みや、コピー能力、ホバリングは使われない。戦術以外の基本アクションにおいても、ダッシュ時には、車、水中では、潜水艦、降下時には、パラシュートなど、動作に合わせた様々な形態に変身する。またステージに配置されている、メタモルリングを取ることによって得られる。 メタモル能力を使って UFO やイルカなどになりステージを進めていく。また今作はアクション要素に加えステージ上あらゆるところにあるビーズを集めることなどによってのアイテム収集も遊び要素の一つとなっている。本作では敵の攻撃を受けたり落下したりするとビーズを落としてしまうが今作は星のカービィにおいて唯一体力の概念が存在しないためミス。 およびゲームオーバーも存在しない。音楽では、リコーダー、鍵盤ハーモニカなどを取り入れた素朴な生演奏の楽曲が多く、終盤では過去の作品で登場した曲のアレンジ版も登場する。デモムービーでは、幕が開く演出があり、ナレーションも入っているなど、絵本朗読に近いテイストで、ストーリーが展開されていく。 Wii U ダイ Nintendo g ゲームズ2013.1-23において本作の開発スタッフによる後継作品としてマリオシリーズのキャラクターであるヨッシーを主役とした Wii U 専用ゲームヨッシー・ウールワールドが開発されていることが発表され2015年に発売された2016年8月9日より Wii U の Nintendo eShop でダウンロード版の販売が開始された ニンテンドー 3DS 版は、ニンテンドーが最後に発売した、ニンテンドー 3DS 用ソフトとなっており、以下の要素が追加されている。呆れ返るほど平和なプププランドの世界で暮らしている、カービィ。カービィが散歩の途中で美味しそうなトマトを見つけ、そのトマトを吸い込もうとしたその時トマトの持ち主である、マントの男、アミーボアモーレが現れる。アミーボが止めるのも聞かず、トマトは、 カービーの口の中に。すると、アミーボの持っていた魔法の靴下が輝き出し、カービーは靴下の中に吸い込まれてしまった。気がつくと、そこはすべてが毛糸や布で作られた世界。そして、カービー自身も毛糸の姿になっていた。そこに、怪物、ベロリンに追いかけられた一人の少年が現れる。少年の名は、毛糸の国の王子、フラッフ。 カービィは助けたフラッフから、アミーボアモールが世界をバラバラにしてしまったことを聞く。そして、フラッフは大陸を再び繋げるための魔法のケイトを探すたびに協力してくれないかと言った。事情を知ったカービィは、困っているフラッフを助け、見知らぬ世界に旅立つ。たくさんのステージを冒険し、ついにすべての魔法のケイトを手に入れ、ケイトの国が元通りになったのもつかの間。 今度は事件の長本人、アミーボアモーレがプププランドを乗っ取ったことをメタナイトから知り、フラッフの持っていたプププランドとケイトの国を行き来できる魔法の靴下を使い、アミーボアモーレとの決戦に挑む。星のカービィシリーズの登場キャラクター一覧ケイトのカービィを参照。ボスキャラには総じて赤いボタンがついており、それを引っ張ることでダメージを与えられる。なお、 ボタンは普段どこかに隠れており、ひるませるなどして引っ張り出す必要がある。中ボス、フラッフのお城をクリアすると、キルトの町にあるマンションの一室が自分の部屋として使えるようになる。ここでは自分がこれまで入手した家具や壁紙を配置することができる。家具は複製可能な上、持っている布で仕立て直すこともできる。部屋の写真を10枚まで保存することができ。 写真はウィー伝言版に送ることもできる。他の空き部屋には指定された家具を置くことで新たな住人が引っ越してくる。また、ルームウールが要求するビーズを支払うと2部屋ずつ2回増築できる。引っ越してきた住人はクリアしたステージを使ったミッションを出題し、それをクリアすると模様がエアイテムをくれるほか、ステージをクリアするたびにたまにカービィの部屋を訪れてアイテムをくれる。 住民のミッションは以下の通り、合計で100問ある。Wii 用の星のカービィシリーズとしては、本作以前から星のカービィ Wii が発表されていたが、E32010 で本作が発表された時に発売予定から消えた。なお、2011年10月27日に発売された星のカービィ Wii は新たに開発されたものであるが、一部に、 開発中止作品の要素を含んでいる。CM はプレイ動画を見せている通常版に加えてお笑いコンビのハンニャが出演しているバージョンも放映されている。内容は彼氏と彼女、上司と部下など4種類のシチュエーションのコントを行いながら本作をプレイしているもの。英国のゲーム雑誌エッジにて最も容赦ない暴力賞を受賞した。 ケイトのカービィープラスに関するカテゴリー、ありがとうございます。